旧駅舎分水駅は、新潟県燕市分水桜町一丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。両ホームは、地下通路で連絡している。円三条駅が管理する、業務委託駅で、駅業務は、JR 新潟ビジネスが受託している。駅舎内には、緑の窓口、自動券売機のほか、待合室、 トイレなどがある。なお、当駅はワンマン運転の列車は全てのドアが開く全車扱いとなっている。仙台の駅舎は近くにある大川津分水路の自在席を模した特徴的なデザインであった。老朽化のため取り壊されたが2000年に改築された現役舎も壁面の構造が大川津分水路稼働席の橋脚などをイメージしてデザインされたものである。近年、 ダイヤの見直しとともに多くの駅で交換施設撤去が進んだ中、現在も2番線が臨時ホームとして残るのは日本海からの強風が大川津分水路にかかる品濃川分水橋梁に吹き抜け、当駅寺泊駅間が東気を中心に普通となることが多いためである。また2番線に沿うように立ち並ぶ桜並木は当駅のシンボルとなっており、燕市分水観光協会では 毎年4月中旬の桜の開花時期にホームの桜並木のライトアップを実施しているのをはじめ JR 東日本新潟支社では2013年からキラキラ、植エの車両を使用した臨時快速列車、運水夜桜を開花時期に運転しており当駅で折り返す約1時間の間にライトアップされた桜並木を鑑賞することができる JR 東日本によると 2019年度の1日平均乗車人員は453人である。近年の推移は以下の通りである。大川津分水の桜。例年であれば分水をラン道中が開催される。ショッピングセンター、分水パコエチゴ線沿線のバス路線図。当駅からは茶色、赤紫色、青緑色の路線が出ている。駅前に、エチゴ交通の分水駅前バス停とつばめし。 循環バスの分水駅バス停が設けられている。以下の情報は2021年4月時点のものである。ありがとうございます。